サントリー「VARON」はい時刻は11時を回りました TBS ラジオ「ライムスターたまる」のウィークのシャッフルここからは特集コーナー「サタデーナイトラボ」今夜はこちらの企画をお送りします シネマハスラー出張拡大版。現在公開中の最新版時をかける少女のハスリングは、過去作との比較とかやっていたらレギュラー枠の30分に入りきらないから1時間枠でやります特集改め、略して、 時掛け特集ということです。はい。えー、現在公開中の中里依紗さん主演の実写映画、時をかける少女。えー、この作品、まずは、1967年に発表されたついやすたかの原作小説があったりとか、えー、それを映画化した1983年の大林信彦監督版があって、あとはその他テレビドラマなど無数の映像化作品を挟んで、無数は言い過ぎですね。はい。数えられる程度の映像化作品を挟んで、<laughs> えー、2006年には細田守監督によるアニメ版。ね、これはもう新しいクラシックになりました。があったりしたんですが、で、あってのの今回のその 中、えー、リーサ3番ということなので、あのーね、さっき僕だって「ブルーノ」とか言うそんな言うことないしとか言ってブー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 レ礼によってあのや,るやる前にブータれていたにもかかわらず結局三十何分ぐらいはやってたということで。あの時かけに関して言えば間違いなくこれあの 一時間超えるでしょうと <laughs>、うん。っていうか別に俺、大林版時きかけのことで、あの、一晩いけるんですけど、みたいな、<laughs> あの、そんなようなことを言ってて、あの、ちょうどこの今週のですね、あの枠がちょうどあの、ぽっかりちょうどよく書いてたので、じゃあ、ここでもうね、あの、出張版で、時をかける少女、その、え、リメイク版の方、リメク、リクエストも多かったんでね、あの、やらせていただきつつ、あの、過去のその時きかけ作品、ちょっと振り返りながら、え、そ、ここまでの歩みというのを見てこようかなというふうに思っております。えー、というわけで改めまして、 これから紹介する映画はこちらです。時をかける少女。筒井康香原作の短編小説、時をかける少女を新たな視点で映画化した青春映画。母の代わりに1970年代にタイムリープした娘の、えー、娘の、えー、甘酸っぱく切ない体験を描いていく。 ヒロインを演じるのは、細田守監督によるアニメーション版時をかける少女で主人公の声を担当した中リーサ。えー、その相手役の純朴な青年を、ルーキーズ卒業の中尾明義が演じているということです。えー、でですね、今回の、えー、リメイク版時をかける少女に関してですね、えー、メッセージ、また、リスナーの皆さんからいっぱいいただいております。ありがとうございます。えー、メッセージは、はっきり言って多いです。えー、先週の予告で感想メールの募集をちゃんとしてなかったのにも関わらず皆さん、えー、思いの丈をぶつけてきてくれました。これやっぱしね、うん あのやっぱりビッ,、ね、ビッグタイトルってことですね、時をかける少女というビッグタイトル、だからあのメールの傾向を見てると、まず今回の映画についていろいろ言ってる方もそうだけど、いろんなあの過去作に対する自分の解釈などもねいっぱい書いてきていただいたりして、うんえー、メッセージの傾向、これ今回のリメイク版ですよ、実写版のね中井さん版、えー、傾向ですがね、これ残念ながら。 あまり評判よろしくない方向にちょっと触れております。えー、1983年の大林信彦監督版をリアルタイムで見ていたという世代から2006年の細田守監督版で初めて時をかける少女というタイトルの映画を見たという世代まで幅広い年代からのメールが届きました。本当にね、もう何世代なんだということですけど、えー、で、さすがに、まあ、これ送ってきいただいてる方で今まで全く時をかける少女見たことがないという人はおらず。これでもちょっと惜しいですね。俺今回のその実写版見て、何の知識もなかったらどう、 この前半とかって意味わかるのかしらんと思いながら、えー、見てたりしてたんですがねでねダメだっていうふうに言ってる人の理由ですが、えー、脚本がずさんでツッコミどころが多いそもそも時,かけ時をかける少女という物語である必然性が薄い、えー、これまでの時をかける少女のお約束を踏み外しているなどです。えー、でただし 主演の、えー、吉山明かり役を演じた中里伊佐さんに関しては誰もが可愛い、魅力的と評価している。誰もが <laughs> はい。えー、ではですね、ちょっとね、本当に皆さんね、いろんな思いの丈を送っていただいてるんでね、ちょっとね、いつもよりはね、時間もありますからね、あのー、たっぷりめに紹介しましょうか。えーとですね、茨城県30代、マータさん。えーとですね、 えー、今回、私の今回の時きかけの感想ですが、傑作とは言いませんが、思った以上に良かったという印象です。この人こう,う印象派、えー。ただ前半で、吉山和子、これ、むず元の東京会の少,少女のまあ主人公ですね。今回はその、それの娘という設定。元の、えー、吉山和子がいくら薬,がし薬学者とはいえ、自分でタイムリープする薬を作れてしまうという超ご都合主義。えー、明かりがタイムリープする映像がしょぼく見えたり、えー、深町がいる未来の世界の描写のチープさ、点点,点えー、あとオープニングにあの名曲、時をかける少女を出すのではなく、ラストにしてよ。 流れちゃうえー、しかも歌うのは下手でもいいから主演の中里ーサが歌わなきゃ生き物係に今ね熊きさん一生懸命歌ってますけど生き物係に歌わせてどうすんのとかねこれいろんなある,あるんですよお金出してるところの関係が <laughs> <laughs>、あのー、他にも言いたいことあるんですあるんだと思いますよ、うん、でも他にも言いたいことあるのですが、えー、中里ーサの明かりがとても魅力的で映画を引き立ててくれてますし相手,役の相手の両太役の中尾明義さん、えー、が素晴らしくて、えー、見事に70年代の若者と化して素朴な、えー、映画青年を演じて いか,にいかにも現代古風の明かりと絡んだ時のアンバランスさが面白くて良かったです、えー、最後の亮太のフィルムの使い方と桜道でのエンディングは切なさと爽やかさがある要因で好感を持ち鍵となる深町の登場はぐっときたりしましたと、えー、70年代の空気感とかもうまく抽出していると思います、うん、不満部分が他の魅力部分でか気してくれたという感じですかなり検討しているんじゃないでしょうかということです、えー、とかですねじゃあね あるんだなえー、さっきもさっっきちょっとこれ読んだ方だからちょっと省略しますけど非実在都知事さんの感想もこれズバリ、まあ、話がずさんすぎますすごい、えー、鋭いツッコミをあちこち入れていただいたりとかします、うん、あとはですねえー、っとねトトさんの良、えーえー、かった点と悪かった点に分けてこう言っていただいてますが良かった点ときっかけイコールアイドル映画という点から見ると主演の中里依さんの存在感は非常に素晴らしくそれを見るだけでも価値があると思わせる点これ良かった点、えー、悪かった点、えー、アイドル映画 え、ときかけという看板を使ってはいるが、本質は映画人の願望を投影した妄想青春映画であり、うん、解きかけである必要が半ばなくなっていたり、うん、強引にストーリーを展開しすぎたために破綻してしまっている点と。えー、で、ま、いろいろこの理由をですね、うん、あの、非常にロジカルに書いていただいております。えー、まとめとして、 突っ込みどころ満載で、決して出来の良い映画ではないが、中リーサが素晴らしかったので、それなりに見る価値のある映画だと感じた。うんえー、ただ、アイドル映画を超えた意味で、時きかけが本当に好きな人は、時きかけをオマージュしているとは言い難い、えー。この映画は楽しめないのではないかということです。うん、はい、えー。あとですね、あとね、ちょっとこう変化球としてはですね、こじこじさん。 のからいただいているメールはですね,、えーと細,田ま、ずね細田守版アニメ版の、えー、と,ときっかけに対していうのタイムリープの理屈に対するさまざまな疑問、えー、みたいなのをこう提示した上で、うん、えで、ー、元の原作の小説土屋敬の小説はその辺、ちゃんと実はあの元元はクリアしていったというような話から、うんえー、要はみんなが絶賛する大林信彦版。うん はそんんなにいいんですかという、うんえー、疑問ね要するに、えー、この方はです、ね、<laughs> 大林版は、えー、科学ではなくオカルトもしくはその王をかっこしてカルトにしか見えません、うんまあこれは実は当たってるとは思うんですけど原作の解約もいいところではないでしょうかとうう SF 的な視点から見たりするとと、うんえー、ということですなぜこれをね僕が推しているのかぜひ聞きたいもんですっていうね<ー>こじこじさんね<ー>、えー、書いていただいたりとかですねあとは、えー、ポスターマンさん、えー、44歳東京都44歳の方です。えっ、ー、と この方は、ね、延々、ね、のその大林信彦版1983年の東京をかける少女の、えー、に対するこの方のご,ご自分の解釈で、えー、要は性的メタファーとしての読み解きをなさっていると、これはあのー、非常にです、ねあのー、私の読みと近いです、私がその深町昏睡レイプ判説っていう、<laughs> まあこれもちろんあのブラックジョークなんですけども、そんなようなことを言ってるのにもかなり近い解釈だと思います。えー、その他皆さん、ね、本当に一、ね、一個一個がですね まあ、ドスンと、ドスンと来る感じ。褒めてる人だとね、えっ、ー、と、もっさりさん、女27歳。ええー、この方はですね、あの、私としては細田監督バージョンより好きです。とこんな方もいらっしゃいますよ。ええー、という感じです。皆さん本当にありがとうございました。あの、時間が、あの、うっかり余らしちゃうようだったらちょっと皆さんのメールに戻ったりしてもいいかもしれませんね。こんだけバッコリーいただいて。本当にありがとうございます。ちょっとプレッシャーを感じてまいりました。<laughs> はい。ええー、ということで、 今回、えー、東京ガル賞、ちょっと、早速、ハスリングをめ始めさせていただきたいんですが、えー、っとね、私、新宿ピカデリーで見てまいりました。えー、リリースデーというね、えー、まあ、安いく入れる日だったからかしませんが、ほぼ、女の子で、満席でしたね。僕、聞いた噂では、なんか、その、大林信彦版世代の、あの、おっさんしか、いないっていうふうに聞いてたんで、 あの、全然それと話し違って、あの、女の子が殺到してましたね。はい。レディースデーということもあって。えー、ということです。で、あの、改めて言いますと、その今回の、えー、中里依紗さん主演の実写版、えー、ですね。は、まあ、その過去の解きかけ作品。えー、原作を入れると8作。まあ、映像化作品としては7作。今回の入れると、今回が8作目。映像化作品としては。えー、中でも、やはり特に83年の大林信彦版と、2006年細田守監督のアニメ版。 要は、この二大、時をかける少女、数あるその、えー、映像館の中でも、やはりこの二大と、時かけクラシックと言っていいでしょうかね。二大エポックメイキングとなったその、まあ、傑作の2本、えー、抜きにはですね、まずその、そもそも作品として成立していない作品だと思うんですよね。それがなければもう絶対にありえない、えー、作りであるという、この作品が。内容的にもそうですし、作品の成立する、えー、その、なんていうかな、土台自体がそういうものだと思いますので、まあ、これはですね、ただちょっと念を押していきたいのは、 あの、それらを見てないと、今回のその中リーサさん版のながわからないとか、楽しめないとかっていう意味ではないんですけど、そうではなく、あの、この作品の前提として存在するというだけのことですけどね。なので、あの、まずはやはりですね、この今回の、えー、 ね、実写版、新しい実写版に至るまでのですね、解きかけの作品史をやはりざっと、えー、振り返っておこうかなというふうに思う次第でございます。えー、まずじゃあ、改めて、もう本当にこれあの、ね、そんなこと分かってるよっていう人も多いかもしれませんが、分かってない人も多いんですから、<laughs> <laughs> 説明させてくださいよーねー、ね、うん、もみもみみたいな。<laughs> えっと、 まずはその原作の小説というのがあります。1967年に、えー、っと、まあそういう学年誌、まあいわゆるジョブナイル小説として発表された、えー、筒井康隆さんの、まあ短編ですね。えー、中編テクぐらいかなまあでも短いです。えー、で、まあということでジョブナイル小説、要するにその、まあ、本当に若い人向けということで、非常にこう平易な表現でも書いてありますし、まあ筒井康隆作品、 と言ってね、あの、思い浮かべるような、まあ、ああいう、毒っ気であったりとか、っていうのは、少なくとも、少なくとも前面には出ていないので、あの、筒井小説としてはですね、じ、まあ、その、実はその、これ自体としては、それほど重要作というような位置づけではなかったはずなんですよね、東京をかける少女っていうのは。えー、で、まあ、それがなんで、ここに至ってしまうかと。で、その第一歩っていうのは、やはりこの、えー、1972年のですね、えー、NHK 少年ドラマシリーズという、えー、まあ、そのシリーズですね。まあ、要するに、 えーまあ、これも少年向けにこれな時間何時ぐらいですか夕方とか6時からかずっとやってたその、えー、シリーズものの中の「タイムトラベラー」というタイトルで「えー、時をかける少女」を原作として、えー、連続ドラマシリーズがやられてこれがまあ当時非常に人気になったという、えー、のがありますこの主演の,その島田純子さんですか、うん、島田純子さんでいいのこれ深くあの、ね、うちの,あのアドバイザーの瀬野珍さんは完全に実はタイムトラベラー世代だって言って島田純子さんはこれ当時はアイドル的な人気はあったんですかこれはそういうんじゃないそういうんじゃないんですか 割とこう丸顔のね可愛らしい感じのあれで僕ね、ね今、このタイムトラベラーをあの僕は当然、1972年ですから当然リアルタイムでは見てないですで、リアルタイムで見てない人がどうやって見ようかというと実はこれ見る手立てがない作品なんですねあの要は NHK がその、えー、録画したもの,をその元のテープマスターテープをもう消してしまっている、えー、上からこのもったいないで撮っちゃってるやっぱそういう時代なんですねこういうのを撮っておく価値があるものと意識がなかった時代という、えー、なんですが、えー、唯一、最終回のみ えー、これだからその当時の当時ビデオに撮ってるわけですから相当なお金持ちなんでしょうか分かりませんけど要は民間の方でこれをビデオに撮ってて、えー、っていた方のをもとに最終回のみ今 DVD が出ています、えー、見ることができます要するに最終回だけは見える、えー、ということですで、あのー、僕当然この後からこれを見てみたんですけどあれでしたね、あのー、前からちょっと話は聞いてたんですけどどちらかというとその後の時をかける少女の提出よりは、まあ、割と SF テイストというか SF であり、まあ、はっきり言うとあのミステリーゾーントワイライトゾーンね、うん、要するにミステリーゾーン的なテイスト。ちょっとこう 不思議なそれこそちょ,ちょっと怖いテイストとかも入ってるような、あのなんかね、おどろおどろしいムードでおこう男の人がこうしゃナレーションで喋って、この不思議な話、あなたはどう思いますかみたいなのがあるみたいな、うそういうテイストだったり、あと、タイムリープのところの描写も顔がこう、要はこう、なんか、ガッと真っ黒になるんですよ、怖っっていうね、のがあったりとか、あとね、あの、面白いなと思ったのは、これ、最終回で出てきた描写であの、吉山和子さんその主役の,その、主人公のタイムリープ能力とか、あとはその深町和夫 こと未来人ケン・ソゴルのそういうい正体ですね、うん、とかが周りの大人たちにも知れているっていう <laughs> 話の進行なんですよね、うんうん、でその最終回だとこともあろうに記者会見まで開くんですよで記者会見開いていやタイムリープでっつって、うん、でそのケン・ソゴルが、まあ、でもね、あのー、ルールがありますんで、うんあのー、これ私が未来に帰ったとは皆さんの記憶も消し,消しますし今撮ってるメモも消えますよ、うん、そうですかーっつって <laughs> そうですかじゃないだろっていう、ね、<laughs> やそれっていうね <laughs>、うん、え結構そのや,っぱなんやそれって今から見るとそういうのもあったりしてねだから実は あの、時をかける少女ベースってことを考えると意外と改変が一番激しいのはこの最初のタイムトラベラーかもしれないぐらいの、え、なしろタイトルが違いますからね。はい。というのが72年にありました。で、えー、とはいえ、まあ、これはこれで、まあ、忘れられてたっていうかその時に人気だった人はあったかもしれませんけど、うん、やはりその、えー、時かけ、 のこの今の似たるですね。あのー、我々のなんでその時かけなんて略数までにね。うんうん、えそしてこの今2010年に至るまで67年の小説がですよ。作られ続けるか、作られ直せ続けるか、その原動力になったのはもちろん、えー、83年、大林信彦監督版、主演原田智世の角川映画、時をかける少女ということになるわけです。えー、ではですね、あ、ちょっとね、じゃあね、まずここで、一発、あのー、トーンをね、 あのトーンを分かってもらうためにどういうトーンの映画かっていうのを分かってもらうためにね劇中のあのある場面がですね今あのサントラとしてこう入ってるやつがあってそれがあのちゃんと劇中のねセリフとかあの歌とかをちゃんと再現したね CD が今出てるんでね、うん、そちらでこう聴いていただきたいと思いますどういう歌かと言いますとあの主人公の、えー、吉山和子さんとですね深町和夫、まあ、まあこれは後にね招待を表らしますけどえー、まあこいつがですねあのー、まあ温にいて 一緒に水やりをしているわけですね。で、二、えー、人の共通の子供の時の思い出である、その、ある歌を歌うというね。で、それは一番までは、えー、吉山和子も幼い頃歌ったよねという歌なわけですけど、二番が、この、えー、要は、深町くんが自分で作った歌詞であるという、そこの、えー、流れがポイント。あとはですね、えー、これを演じているですね、えー、あの原田智也さんね、あのー、原田智也さんの、まあその、途中でですね、二番に行く途中で、 あのさまあ、僕、ちょっと解説入れながらあの、うん、聞きますけど2番に行く前に若干、こう現実から考えると若干の先走った、うん、あのラララが入るあたりとかですね、はい、あのそのあたりとかちょっとじゃ注意して聞いていただきたいと思いますじゃあ、時をかける少女、えー、のサウンドトラックより、えー、愛のため息聞いてみましょうか高柳良一さんの歌声ですこれですよ、はい、あのこの今、顔がから火が出るほど恥ずかしい、これがポイントです。 ラララ来ました。はい、ということでね、これ要するにあのラララって合わせるのは、あの和子ちゃんはこの2番の箇所知らないから、あのラララで合わせてくるというこの突然ミュージカル展開みたいなのがやっぱりこう大林信彦映画ね、あのシネマハスラーでも書きましたけど、要は。 あのー、映画というのをねできるだけ自然に見せるというのがうまい映画であるというようなその一般通念に対してそれはそれでいいんですけど、あのー、映画なんていうのはそもそも人工的で不自然なものなのだとそこにこそ映画の素晴らしさがあるのだという、えーまあ、小林信彦さん的なこと映画美学というかですねその世界があってまさにそれを象徴するようなちょっと一場面の曲を聴いていただきましたけどはいこんな映画です。 こんな映画ってね、見たことない人はね。<laughs> うん、だからね、まずね、その心づもりが必要なんですよね。うん、いきなり、いや、名作って聞いてるからさ、って見たら、なんじゃこりゃって思うに決まってるわけですから、それはね。でね、それはね、実はね、当時見た観客も、なんじゃこりゃだったんですよ。83年。え、当時、角川映画っていうのは、まあ、ある意味、 一つのイベントだったわけですね。まあ、その、本当に大宣伝して、うん、ま、面白い、つまんないに関わらず結構見に行っちゃうっていうね、よくも悪くも、そういう、えー、タイプの、まあ、ある種のイベントであったわけです。で、えー、これは、ま、二本立てで、一個は、あの、薬師村広子主演のね、あの、生内服と期間中の後、その、彼女がその、女子大生になっての第一作、探偵物語だったわけです。 えー、これあの、探偵物語っていうとね、どっちも松田優作さんがこう主演してるんで、ややこしいですが、テレビシリーズと関係ない、えー、赤川二郎原作の探偵物語、えー、吉田吉太郎監督。で、こちらもまあ、ああのー、まあ、あ いい映画だったんですけど、え、同時上映がこの大林信彦監督の時かけで、あのー、まあ、これはどっちかというと、だから、むしろ添え物として作られた。で、あの、原田智代さんは、えー、渡辺の子さんが受かった角川映画のオーディションで、辞典というか、角川春樹が個人的に気に入って入れた女の子で、えー、なんならこの一作を彼女に捧げてこれで終わったっていいんだぐらいの、完全にその、まずは小高春樹さんの個人的な思い入れからで、えっ、ー、と、プラスその、 大橋信彦さんのその前の、尾道の三部作と後に言われるものの一作目の転校生という作品があって、え、これはやっぱり、大林監督にとっては非常に個人的な、え、おの道の失われゆく、こう、美しい光景を守りたいという思いから作った個人的な映画。で、角川春樹さんが、あのテイストで、え、も友よで一個作ってくれ。そういうもんでいいからさ、っていう規模で始まった映画なわけですね。え、なのでそもそも土地上映画に作られたもこれまさにいわゆる、本来の意味でいう B 級というやつです。A 級に対する B 級作品だったんですけど。でね、 あのー、大林伸彦監とか自ら言ってる通り、これもうとにかくね、83年当時にしてから、さっきの歌の感じから聞いてもわかる通り、とにかくもう当時にしてからありえない穴黒な世界なわけですよ。うん、こんな男女いるかいとかね、うん、こんな女の子いるかいっていう世界で、うん、えー、で、例えばもう現実に私が劇場で体験したノリから言えばですね、うん、あのー、あれですよ、あのー、あ、んなんだ あ、こうセリフが入ってるとこ入ってるね。うん、はいはい。あのー、僕は初めて見たときですね、もう前で見てた周りの大学生とかですね、前編にわたって、大声で失笑を漏らしてるわけですよ。<laughs> 前編にわたって。失笑を漏らしてるだけじゃなくて、うん、あのー、なんかそういう展開に対して、なんていうの突っ込みを入れるわけ。うん、で、突っ込みを入れて、これが、こうなるんだぜとか言けど、それがことごとく外れてたりして、非常にノイズの多いこう環境で見てたんですけど、<laughs> でも、でも、ここはもう一つです。終わる頃には、 大拍手が起きたんです。えー、その、エンデンクレジットで。うん、さっきまで失笑を漏らしてたやつが、うん、見ると目に涙を浮かけて大拍手してるわけですよ。その状況がある。あの、今出てる映画秘宝のその、大林信彦のさんのインタビューでも、あの、何その、大騒ぎになってますと。うん、劇場がすごい騒ぎになってます。ヒロコの映画で受けてます。うん、何若い観客が、お笑いしてるかいと。大林監督がこう、大笑いしてくれてるかいぐらいの感じだったのが、いや、泣いてます。何っていう。どうなってんだって。大林監督自身がそう言うぐらいの。うん 異様なな映画なわけですその意味では、うん、おあの大林監督が狙ったマジック以上のマジックが起きている映画っていうことなんですよねでなんでそんなマジックがこの作品限って起きちゃったかはっきり言って映画としての完成度で言えばそれこそその転校生とかの方が実際全然高いんですよそっちの方が映画全体としてはよくできた映画のはずなのにで当時もどっちかというとね例えばあのピアとかのそういうい人気のあれとかでも断然転校生の方が人気だったんですけど、うん 結果的にこっちの方が熱狂的なファンが残ったし増えてったっていう。これなんでこんな特別な作品になったか ?83 年、えー、大林版のき時かけ。この重要ポイントというね、えー、僕の考えるポイントがね、えー、ちょっといくつか3つ,3つありますんで、大きく分けていきます。1つは、これが完全に閉じた人工的な世界であるっていうことですね。 これあの尾道三部作って今便宜的にこれの中の一部と位置続けてますけど僕、たびたびいろんなところで言ってますね前、ジョニー等のエグザイル絆の表の時も言いましたけどあのこの時をかける少女に限って言えばですね例えば商店街であるとかえそこで暮らす人々であるとか現実の尾道の風景っていうのは一切映らないんですよねどんだけ現実の風景じゃないかというと止まってるそる消防車以外は動く自動車が映らないぐらいなんですね。 であるいは坂の向こうでこう塀の向こうに街のこう景色がふわっと広げて見えるようなところもいいですか尾道でロケしてるんですよ、なのにわざと現実の風景をマット絵で遮ってマット絵でそのどういうマっト絵かというと瓦、あのー、屋根がこう続いているオープニングでずっと見せていくようなの街並みですね古い古き良きと言うべきかわかりませんけどそういうきれいなだけの,その街並みで遮ってるぐらいなんですね。つまりここれどういうういととかっていうと もうこれはもはやノスタルジーですらないわけですよあのここは、まあえて言えば捏造されたノスタルジーなわけですねこれはでこれが捏造されたノスタルジーっていうのがまさに作品のテーマと完全に一致してるわけですよこれはつまり主人公ね吉山和子という女性は捏造された理想的過去っていうものにつまりそんなものに本来は存在しないのにそこにとらわれてしまうしかも自分では無意識ですから どうにもならずに囚われ続けてしまう。っていう人の話でしょう。こ、は、れ、い、もう非常に。あの不健康な。話っていうことですよね。うん、はい、非常に閉じた人工的な不健康なし、そしてそこに。 しかも、ここが不健康なんですけど、甘美にもとらわれてしまうという、この不健康さなわけですね、なので、非常に役者さんの芝居も、もちろんこれは役者さんたちの力量も問ます、原田知夫さん、デビュー作ですから、これは当然、そんなに演技はうまくない、もう学芸会レベルと言っていいでしょう、それに輪をかけて、相手役のね高柳良一さんが、すごいっす、来てますよ <laughs>、うん。 はい、あのその前の狙われた学園時にオーディションで撮られた方で、うんえー、その後、引退されて今は、ね、なんとラジオのディレクターをやられているのかな、うん、なんですけどあのこの作品に限って言えばこのトーンでいいんです、うん、はい、っていうことですねあの、人工的な世界ですしあのちょっと後ほど言うところの、ね、ちょっと不自然さというのとも関連してくるんですがじゃあまずねせっかくこのねセーフ入りのサントラがありますんでねあのまたちょっと場面を、ね、見てもらおうかなと思ってねこれあのクライマックス、えー、要はですね あの和子ちゃんがです、ね、タイムリープをしてです、ね、事の真相要するに土曜日の実験室、ね、事が起こったその場に戻りますよと、えー、いう手前の場面で、えー、深町君がです、ね、お花を取りに行ってるなんる海,海沿いの崖みたいなところにです、ね、お花を取りに行ってるんですね何のこっちゃやったもかもしれないけど最初リアルタイムで見ようがない人が何のやこっちゃらの場面なんで、うん、そこに、えー、吉山和子が会いに行って一真相を確かめたいのでも,うもう会いに行ってる時点でお前 こいつの正体知ってんだろうって思うんだけど、まあいいですわいいですわ。とにかく、このやりとりの異様さ、そして異様なんだけど、その最後のもうクライマックスに向けて、ものすごい音楽も含めてガツーンと盛り上がっていく、この映画特有の高揚感というかですね、まさにそのね、土曜日の実験室って二人は跳躍、壁から跳躍、崖から跳躍するんですけど、その瞬間、まさに、 エクスタシーなわけですよ、うん、ちょっとそのねザバーンと波が来てエクスタシーのあたり、うん、その周辺のがねちょっとサントリーに入ってますねこのあたり聞いてください二人とも飛び降りましたブシューエクスタシー <laughs> エクスタシー <laughs> はいということですあのねこれはまあクライマックスまさに今クライマックスに突入する瞬間の場面を聞きいただいたわけですけどまあ強烈ですよ、うん あのー、知りたいのなんつってね。私知りたいのなんつって。あ、ちなみにちょっとね、これ一つ言っときたいことがある。私今の場面、ツッコミとか入れながらゲラ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 笑ってましたけど、ゲラゲラ、ツッコミがながらゲラゲラ言いながら、泣いてんだからね。もう号泣してますから、この場面では。もう鼻水ずるずるで泣いてますから。 <laughs> あ,のあの、さっきの、あの、返事してくやーとか、何怒ってんだとか言うならぐーって泣いてるっていうね、<laughs> そういう状態になってます。はい。えー、ということでね、これちょっと次の、えー、二大ポイントの重要ポイント、もう一つ目に移るんですが、さっきの言った完全に閉じた人工的な世界であるというポイントに続いて、もう一つ、さっきのセリフとも非常に関連しますが、もう一つの重要ポイント、それはですね、実は濃密な性的メタファーに満ちているっていうことなんですね。はい。えー、っとね、そもそも、これ、吉山和子さんがですね、主人公の、 シンシンにあのあ、ここ、ラベンダーの謎にしましょうかね、この3曲目のね、これ雰囲気的にね、吉山和子さんがでシンシンにその変調を来すきっかけっていうの、これ、あえてタイムリープするとは言いません、うん、吉山和子さんがシンシンに変調を来すきっかけは何ですかといえば、これは、うん、さっきも言ってました、ラベンダーの香りなわけですね、うん、でそのラベンダーの香りについて、この映画ではこんなこと言ってます、はい、あのこの高柳涼、えー、一さんのね、その深町君が、さっきの、まさにその、えっ、ー、と、 音質のところなんですけどラベンダーの香りというのは男性的な香りとしては欠かせないものなんだよというふうにそのラベンダーの香りというのはそういうものだつまり男性的な香りなんだっていうふうにね、はいえー、あこれなんかセリフが入ってますねすいませんね油断ができないあのサントラでしたはいちょっととにかくねラベンダーの香りっていうのは男性的な香りとしては欠かせないものとはっきり言ってるわけですでそれを言うときに深町はわざわざ吉山君の顔に顔を寄せて、うん 男性的な香りとしては欠かせないものなんだよ。でね、でも、お花は可愛いだろうって言うんですよ。演出 <laughs> 変質者っぽいでしょ、これ。ね、つまり、これはこういうことなわけですよ。男性的な匂いを初めて書いてクラクラしちゃった女の子が、私なんだか最近変なの。っていう話なわけですよ。でね、そのさっき、あの、白い湯気を嗅いじゃってなんとかって言いましたけど、その、えっ、ー、と、B か、ちょ、気になるわ、それ、後ろでゴロちゃんとか。<laughs> カ,カットしてくださいよ、それ。あの、 えーとビーカーとかそのフラスコからねビーカーあれどっちどっちフラスコ、ま、下が丸いのどっちフラ,フラスコか、うん、フラスコから白い湯気がもわーっと出てそれを嗅いでってねその映像が何個も出るわけ丸いものからね病が出ててその先っぽから白いものがもわーって出てて、うん、そこから出てくる香りは男性的な匂いだってんだよ <laughs> これはもうさもう絵面から何からもう全部まんまいそのままいってるわけですよもうとにかくはっきり言ってるわけです男性的な香りってでね これ,たこれは単なる深読み、邪水じゃないんですよ。そのね、男性的な香りを嗅いで倒れちゃった吉山君。これは実は仕掛けたのは当然、まあ、後にわかりますけど、まあ、深町君なわけですよね。で、その深町君と五郎ちゃんが、こう、和子ちゃんって探しに行って倒れてる和子を見つけて、とりあえず運ぼうという時に、深町君、うぶな五郎ちゃんに何て言いますか、吉山君を抱いてくれないかって言うんですよね。で、五郎ちゃんも、えっ,って一瞬戸惑って、運ぶからっつって、ああ、そういう意味か。 っていうわけね、うん、ところが五郎ちゃんはその抱いてくれないかその意味でさえこの体の方に照れちゃって俺足の方がいいやっつってこう足にいっちゃうわけですつまり五郎ちゃんはもう深町と比べればもう性的に全くもう未熟ということが示されるわけだしこのやっぱりそこでも性的見たら抱いてくれないか何考えてるんでしょうこの男ね、うん、でええというねまあ五郎ちゃんは性的に未熟だから振られたっていうまあ振られるポイントはねあとあの一生懸命仕事してる時にね 話しかけてくるからね、ちょっと黙っててくれないかっていうね、あのね、皆さん、いいですか、ああいう時にね、話聞いてあげなきゃだめなんですね <laughs>、仕事の手を休めて話を聞いてあげなさい、<laughs> お母さんも言ってましたよ、五郎、うん、ちゃんってって、仕事いいからって、うん、ね、でもそこでやっぱね、醤油こぼすといけないから、優しく言ってんですよ、五郎ちゃんは、精いっぱい優しく言ってんだよ、こぼすといけないから、キュッキュッね。 そしたらもうその時にはもうあ話聞いてくれないこの人 <laughs> 深町くんとこ行こうってなってるわけですよ <laughs> ねえそのねちょっとゴロちゃんくだりの切なさのねのいっぱいあるんですその,後のあのー、屋上というかそういうところに出てで彼がそのとはいえ和子さんからもらったハンカチを顔に当てて深呼吸してるんですねゴロ、うん、ちゃんやっぱ好きなんだっていうねでもそこのね なんかそのまだ気持ちはっきりねわかんないその書き方とかいいんですけどね話がずれてまいりました <laughs> その性的なねそのほのめかしという部分 <laughs> えーとかですねそのさっき言った吉山くん、えー、倒れて吉山くんを抱いてくれないかうんぬんの下りの後で運ぶその後、えー、保健室であの保健の先生えっ、ー、と根岸俊恵さんか、えー、のね保健の先生あの子今日整理って ってね、言うわけですよ。そんなセリフいらんだろ、でも。言うわけ、これね。つまり、女としてね。みたいな話ですよね。そして、その直後、え、岸辺一徳演じる、そのね、国語教師と、ま、できてるわけですよね。で、こう、ネクタイを締めてあげて、あ、明日お誕生日ですわね。って、もものすごいやらしい会話をする。いやらしく、ネクタ、ネクタイを締める時点でもう完全に性的なあれですよね。おちんぽさわりですよ。で、言っで、 そう締めた後岸辺一徳が根岸のケツを完全にいやらしい目線で追うんです <laughs>、はい、この一連のカットはもう言い訳不能でしょこれ <laughs>、うん、この映画全体がね一見プラトニックな愛の話に見えてそういうふうにそこかしこに性っていうのを匂わせているというね極め付きは、えー、夜ね、あのーまあ、あることがあって深町君と別れた吉山和子がですね、うん、こう歩いてると暗い夜道ですよから後ろから誰かつけてくる気配がする振り返る は怖いねガーッて逃げる怖いって思ってるとはっと思った瞬間に思わぬ方向から手が伸びてきて口を押さえられてその瞬間ちょっと小さめの音量ですけど「高町君」って言うんですね、うん、で「はあ夢か」って次また目覚めるんですよ、うん、でこの今の言った描写のところは全く合理的説明がないんですその後も 何のことだったのかは何の説明もないんです。ただ、はっきりしてるのは、この後急速に、えー、吉山和子さんは深町に対する好意を深めてきます。はい。あのー、ということでね。なので、こういうところから僕の、これ、あくまで悪い冗談として聞いてくださいよ。うん、僕の、えー、深町和夫、昏睡レープマン判説って言われてくるっていうね。<laughs> 要はもう早い話が昏睡させて、そういういたずら世的いたずらをしてて、うん、で、ある時、ついに、純真ですから、そういうことでは持ってなくて、真相が知りたいのっつって、うん、でついに、バレそうだ、俺、やばいと思ったんで、うん 僕はね、未来人なんだよだ、うん、未来人なんだ、ね未来人であのー、もうね、行かなきゃいけないから、ね、そ <laughs> そろそろ私、<laughs> いや、いや、なんつってね、うん、であの君の、ね、記憶もちょ,っとあのちょっと催眠術も、ね、心に覚えがあるからね、ちょっとね、かけさせてって、っていうねだか,らだからねあの、そう思って聞くとあの実験室の,の会話ね、うんあの、和子ちゃんがこれは愛なの、恋なのとかね、うん、好きよ、好きよって言ってんのに、うん、深町は僕も好きだよ。 この時代ががとかかね話をははぐらかしやがるんだよあいつはこの時代の人は優しくてとかねはぐらかすまた来てくれんのとかさそれも完全に「時はまたなんとか」とかさなんかさでたらめなこと言いやがってだからそ,その深町ひでえやつしかもそれは置いといても深町はひどいやつなの五郎ちゃんの記憶をぶんどってあれしてるわけですからゆえに和子さんはこの人に惚れてるというのが一応物語上のあれなんだからとんでもない野郎なわけですよどっちにしろ。 っていうね、まあ、その、えー、深町昏睡レープハ説も出るぐらいですね、そういうですね、あのー、性的な、あれが散りばめられてる。とにかくですね、はっきり疑いようもないのは、かん、ね、この映画というのは完全に閉じた人工的な世界で、えー、実は濃密な性的メタファーが散りばめられて、しかも主人公はついにその、だって嘘なんだからそれはさ、うん、ついにその幻影から逃れられないっていう話なわけですよね。でね、 これやっぱなんでこれがこんなに非常に病んだ話なのに我々の心を捉えて話さないかといえばまさに映画というまやかしに見せられ囚らわれてしまった我々の姿でもあるからですよね。故にこう映画ファンの若干歪んだ後ろぐらい心を捉えてやまないんじゃないでしょうかということです。ということで、またサントラからちょっとねこの,この映画、ですね非常に音楽の使い方が素晴らしくてですねあのー 最後の、えーとまあ、エンディング周辺ですかね、えー、要するに、えー、もう記憶をなくなってしまった吉山和子がさっき言いました無意識に完全にあの幻影にとらわれて、えー、すごい何ていうか平坦な日常を過ごしているでも無意識に深町のことを覚えているのは薬学部に住んでいることで分かるわけですねそして五郎ちゃんに連れなくなっていると、うん、そしてその、えー、ところで深町と再会するわけですでもお互い記憶はないですから気づかないというその会う瞬間に そ,のですね、それまでずっと平坦な日常を示すこう繰り返し繰り返しを示すようなずっと繰り返してきてた音楽がふわーっとこうストリングスがわーっとなってまさにその空気がふわーっと震えるような感覚、うん、何かが起こるっていうこの感覚でそこからまた何かが起こるかと思わせといてどこにどんなムードに戻るのかというね、うん、この辺りちょっと聞いていただきクライマックスの、えー、辺り「いつかどこかで」という曲名になったのがちょっと聞いてみましょうか。<noise> <noise> 実験室はどこですかなんつってねあいつが帰ってきたよ昏睡レイプマガ <laughs> いや、まあ、それはともかくとしてで2人はこうすれ違ってあのめまい七国のめまいとかジョーズとかで使われてたようなああいうズームアウトしながら多分カメラを寄せてるのかなぐっとこう震度がカメラの震度が変わっていくっていう効果でえ2人の距離がぐーっと伸びていくわけですねまあこの絵がラストどう解釈するかこれはもう本当に人次第だと思いますが私はこれ2人は すれ違ったままだというふうに解釈しているんですけどね。はい。もう散々いろんな突っ込みとかね、性的ね、昏睡レイプ前来たーかなんか言ってるけど、<laughs> 言っとくけど号泣してました。<laughs> 号泣。あの、違うんですよ。こいつが、深町がどんだけ悪い奴だろうが何だろうが関係ないんですよ。つまりその、彼女にとってはそんなろくでもないものでさえ、囚われて離れられないものであるという、そのことが、この映画のやっぱり恐ろしさであり、切なさであるということなのでね。はい。えー、なんですが、実はこの映画、 こんだけみんなに愛されるのはそれだけじゃないんですね。ここで終わってないとこなんです。これで終わってたら本当に病気な、病んだ、もうやだっていう話なんですけど、ポイントはですね、三つ目のポイントです。エンドクレジットで、まあ有名なそのミュージカル演出、カーテンコールがあるわけですね。東京かける少女を、えー、原田智代が歌い、それまでの名場面と共に歌うというね、ミュージカル演出。これが、これまでのね、要するに完備ではあっても、その閉じた不健康な世界っていうのがね、一気に、原田智代っていう実在の、 少女のですね、本当に素晴らしき未来と前途に向けて、ここで瞬間的に反転して開けるんですよね。つまり、このパートがあるからこそ、この大林版とききかけは、青春映画として成立しているんですよ。これがなかったら本当に青春映画と言いたくない感じなんですけど、これがあるからっていうことなんですよ一気に反転する。しかも、これがね、あのー、本当に下を巻くのは、 考えてちょっと考みても分かるんですけど、これ、要するに全シーンを撮影し終わったら、そのでこの場面、要するにそのその場面の歌の場面を撮って、っていうふうに撮っていって撮ってるわけなので、つまり、最初からこの着地が意図されてるわけですよ、これは見事というほかない、この病んだ話というのを、この着地を最初から意図してやってるっていうのはね、見事としか言いようがないと思います。 えー、みたいな流れで、あのー、見た人に最終的には、僕みたいに散々突っ込んでたやつが、最初に言ったは号泣しながら大拍手。うん、えー、というね、実際その映画のエンディングにも拍手が入ってるんですけど、もう釣られて拍手しちゃうんですよ、やっぱり。うん、はい。えー、というような時をかける少女です。ここでね、あのー、原田智代の時をかける少女をかけると思いきや、それは最後にとっときます。やはりエンディングにかけるものでしょう、あれはね。うんえー、その辺が僕ね、この、今回のリメイクのね、よりね、俺の分かってるとこ。<laughs> あのー、<laughs> 以降はですね、あのー、この時をかける少女が、えー、アイドル映画とアイドル映画というカテゴライズの中で定番になっていくわけですが、というあたりで一旦ちょっとシーエムアップしましょうか。P P <PS> S Radio <music> 154あれ？何曲？一週してねい？いや二週目じゃね？いや四ですね。あ この CD にも飽きた。おそういや、今日は土曜じゃん車線変更 !TBS ラッシュ O! もちろん、ボリューム全開爆 O! 土曜の夜急行よ歌丸のノィウィッウ,ウ,ウィークエンドシャッフル O! うま聞いてこの道のり運転中も耳をガスべき。キさあ、ということで、えーっと、 新しいね、実写版時をか京る少女の、えー、出張版シネマハスラーに格好つけた、えー、大林版時をか京る少女特集をお送りしております。<laughs> はい。あのー、えー、でですね、この後、アイドル映画として非常に定番になっていく、ある種登竜門的なものになっていく、えー、というのがあります。ここから先ちょっとね、あの、ささっと行かせていただきます。えー、まあ、例えば85年には、南野洋子さん版というのがありますね。これはですね、結構これはこれですごく異色の出来で、ものすごくコミカルで、あの、 深町くんは、あの、中川勝彦さんっていう、ショコタンの、中川ショコさんのお父様が、演じられてて、どんぐらいコミカルかっていうと、その、深町くんがですね、途中、あの、要するにね、二人で、もうタイムリープガンガンしまくるんですよ。 途中から。で、あのー、途中、うっかりした事故で、あの、女風呂に怒っちゃうんですよ、深町和夫が。<ー>で、おっぱいだらけ、本当にマジおっぱいに囲まれて、えー、で、あのー、中川和彦さんが、あの、それをポワンと思い出して鼻血を出すというですね、あの、パンツの穴的演出もあるぐらいコミカルということでね、<laughs> そういう意味では非常に異色だったりする。あとは94年、内田雪版というね、これはあの、前後回トレーブシリーズで結構ボリュームがあって、あのー、なんと君塚良一さん脚本で、 えというね、今回ちょっとね、この機会で見直す、あれがなかったんです。これ結構悪くなかったと思います。あの中でも評価高い方だったと思う。あの非常に、あの、長い分人物の描き込みとかが、あの、ちゃんとしててっていうのがあったと思います。あとですね、これも改作ですね。97年、角川春樹監督版っていうのがありますね。えー、これが実はですね、その83年大林版の、えー、なんていうのかな、フォロワーとしては一番直接的というか、要は大林版のセンチメンタリズム要素だけを、えー、 拡大したような作品ですね。センタジズムとか、まああのスタルジーと言っていいんでしょうかね。なんだけど、そのね、拡大の仕方が、ある種ちょっと、伝言ゲーム的っていうかね。うん。あのー、ちょっとなんてうの伝言ゲーム的にちょっと元からかなりずれてきてるっていうようなとこが、<laughs> <laughs> まあ、ある種、危険的というか、まあ、改作な感じだと思います。で、これが非常に象徴してるのがですね、あの、松戸屋由美さんが、えっ、ー、と、主題歌を、まあ、またやってるんですけど、あの、元の時をかける少女も松戸屋由美さん作ってましたけど、今回は、その、時をかける少女の、あ、じゃ実際聞いてもらいましょうか。ね、この97年、えー、角川歩き版の、えー、主題歌、松戸屋由美さんの時の鑑賞ね。<noise> <noise> <noise> はい。あの、まあ、要するに元の歌詞を違う歌に違うふわりで載せるっていうことなんですけど、うんうん、なんで <laughs> な、なんで <laughs> なんで <laughs> なんで <laughs> そういうことするっていう。<laughs> <laughs> <laughs> あのー、これがちょっと伝言ゲーム的に変形していって、うん、あの、非常に不思議なことになってるというね、うん、これあの、このスタンスが非常に、え、97年前によく現れてるユーミン主題歌だと思います。うん、えー、改作だと思いますね。改作というのはきっかいな作品だと思いますよ。うん、えー、そしてまあ2002年には、あの、モーニング娘。の、あの、新春ドラマ 3, 3連発みたいな中の一個の中で、うん、えっと、安部夏美さん主演版なんていうのもあったりしてね、これは割とね、話をちゃちゃちゃっと片付け いいるのにななんか精一杯みたいなところがちょっっととあたたたかなみたいなみい感じでしたけどとはいえまあ要は、えー、人物の配置の仕方とかですねまあまあ言ってみれば恋愛話中心に持ってきてるところとか大きく言ってやっぱりその大林版の変装ではあるという全てねでそれから大きくまあ抜け出たのがやはり2006年の細田版えー、アニメ版ですねということだと思いますえー、まあどの辺りかっていうともうはっきり言って今僕がさっき大林版の特徴として挙げたことの全部逆だと思ってください ある意味その全て逆。つまり、ええー、まあ、まず性的な話では全くなくなっている。むしろ、うん、そういうところに対するこだわりはまあなくなってるし、あとなんつっても完全に未来志向というかですね。はい。あの、ま、主人公のキャラクター造形自体がそうなっているというあたりもそうですし、ええー、なんですね。そういう意味では大林版の真逆でもある。ただ一方でね、この細田版のやっぱ東京隠れ情緒は非常に、センス、なんていうかな、あの、ちゃんと分かってるというか、抑えるべきところは抑えてて、まあ、例えばと、 短いスパンの、ね、タイムリープの取り繰り返し話であるとかあるいはまあその、えー、主人公と未来人ともう一人の三角,三角っぽい関係の話であるとかそして何よりもやはり、えー、新しいアイドル映画、ね、新しい人をここで打ち出すアイドル映画であるという、えー、要素はちゃんと踏襲もしているという意味でやっぱりちゃんとこれは誰が見たって時をかける少女にやっぱりちゃんとなってたというねさっきまであんなうるさがたのね、うん、大林信彦映画ファンの俺がもう。うん これは見事もうもろ手を挙げて降参してしまったわけですからね。はいというのが細田版です。ということでようやくやってまいりました2010年、まあ。というね流れで来てるのが今回の、まあ、これだけがあるはこれぐらいの流れがあっての「時をかける少女」今回リメイクなんですね。でね、えっと、まずそもそもの企画としてですねそのまずいきなり中里伊紗さん主演っていうの自体がねこれ要するにその、まあ、細田さん の、えーとね、野誠というですねあの,、まあのキャラクターを作り出しそしてそれに中里伊佐さんという人を当てたことによってあのキャラクターに命が宿ったということこそが細田版アニメ版の時をかける少女の勝因であり最大の魅力であり発明なわけなんですけどそこの部分を丸ごと持ってくるに等しいわけでつまり発明の部分を丸ごといただいちゃってるに等しい中里伊佐さんを使う時点で っていうのと、しかもそれプラス、ええー、その、大林版をベースにするというか、大林版のムードも引き継ぎますっていうね。美味しいとこ取りっちゃ美味しいとこ取りだけど、はっきり言って、ちょっと企画としての志の低さ感は若干、やっぱ否めないわけですよ、これはどう考えても。安易だなっていうか、うん、いいとこ取りしてるつもりかもしれないけど、みたいなね。もっと言えば、その細田版はですね、ようやく、あの、大林版の呪縛から、 そのあとの時をかける少女はある意味いろんなやり方できるんだよとフォーマットさえ抑えればいろんなやり方していいんだよっていうことを示したとも言えると思うんですけどなのにあの逆にそっちの呪縛に引き戻されちゃってるようなしかも中里依さんごと引き戻しちゃうっていうのはこれちょっと細田さん版に対してのなんていうかな成し遂げたことというか細田さん版がクリエイトしたことに対してちょっと,ちょっとリスペクトを書いてるのではないか。 というふうにはちょっとやっぱり思います。どうしても。ただ、皆さんがおっしゃる通り、今の、今のね、中リーサさんっていう事態が、やっぱり非常に素晴らしく魅力的で、今の中リーサさんを撮ってな、何か撮れっていう、何でもいいから回せっていうのも事実だし、そ、そういう意味では、あの、アイドル映画としてはね、その意味ではね、実際今回のリメイク版はクリアしてると思います。だって超可愛いもん。絶対好きになるわ。そりゃ。うん。だし、今撮れ今回せっていうね。<laughs> うん。感じだと思うんですよね。でね。えー、っと、その、中りーささんの顔立ち自体がね、これはあの、アニメでにはね、関係なかったわけですから、顔立ち自体が非常にまあ、ちょっと洋風じゃないですか、まあ今風っていうのも非常に効果的に使われてたりして、あの、いるだけでやっぱり、あ、未来の人だなってわかるタイプの人だから、あの、そういう意味では必然性のあるキャスティングだとも言えるんだけど、その部分に限って言えば。でね、あとその、細玉もまあ、ちょっとちゃんと見返してみたら、 確かにその、今野誠と今回の、え、吉山あかりは、実はね、見直してみるとそんなに被ってないかったかもしれない。そんなに。やっぱりこっちの方がより小悪魔的というか、恋愛に対してはより現代的に積極的な人ですね。誠はむしろあの年齢にしては奥底な方というか、あの、いや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 っていうタイプなわけだから、うん、こっちはね、お前惚れさせかそれっていうね、こと平気でしますからね。え、ただね、ただね、とはいえ、あの、オープニング早々にあるね、中里沙さんが、 こう横にさ、走ってさ、うん、で、空景がこうね、うん、左から右に流れてって、うん、その絵はさ、うん、これ言い訳不能でしょ。<laughs> これは完全に言い訳不能で、<laughs> えー、まあ、細ばんなわけですから、ちょっとまあそこでやっぱりね、兄だな、感はままあ、どうしてもある。でね、それに対する、えー、中尾昭吉さん、えー、および中尾昭吉さんを含む、その、えー、74年世界の作り込み、見せ方っていうのも、まあ、頑張ってんだと思います。僕、中尾昭吉さんは相当好感を持ちました、やっぱり。あの、70年代の青年に見えるし、 あの、僕はね、おっぱいバレーとかみたいなね、ああいう、ただの、ノスタルジー記号としての過去ではないなというふうに、ちゃんと思える程度には、ちゃんとやってるなと思いました。ただ、前述の通り、大林版っていうのは別にね、こういう、そのね、言ってみればね、ちょっと意地悪な言い方しますけど、あるある過去とは関係ないんです。そういう意味でのノスタルジーとは全く関係がない作品なため、そういう意味では、そんなことやろうと、いくらやろうと、大林版のオマージュにはならんよっていう。 うん、感じだと思うんですけどね。でね、とはいえ、やはりこの二人の絡みということに関して言えば、僕は微笑ましく見れてしまいました。なので、その点ではどうしても嫌いになれない作品ではあるんです。ただね、肝心の解きかけ要素が全然うまくいってないと思うんですよ。まず、その、お母さん、吉山和子から、その娘に受け継がれる、そのタイムリープに至る行動原理っていうのは、イイといまいち、どころかもう全くよくわからないですね。 まずタイムラリープでの理屈、まずそのアリで実験してて、アリが消えてやったっつってんだけど、これがタイムリープってどうしてわかるんだよと。<laughs> っていうか、意思的にタイムリープする薬じゃねえの <laughs> アリは何を思ったのっていうね。アリがその後どっかに出てくるとかっていうのがないと実験になんないし。<laughs> うん まあ、こういうところもねそのね、そういう突っ込みしたらキリがないんだけど、なんで一科学者が片手間でこんな作れるんだとかあるんだけど、問題はね、結局このタイムリープで、母は娘に何をさせたかったのか、そして何、ちょっとね、よくわかんないよ結局。これ、タイムリープする必要ないじゃんっていうさ、ことでしょ。新聞広告2010年で出せばっていうね。うん。まあ、その時のなんか歪みがとか言ってんだけど、何にせよ、娘にこんな危険なことさせるようなほどの理由がよくわかんなくなってるし、 あとね、これも重大です。これはむしろ映画というかお話として重大なのは、タイムリープ結局行って帰る時の2回しかしないんですよ。つまり、時かけ的な短いスパンのタイムスリップの繰り返しっていうのはないわけです。これ結構時,時をかける症状っていうのね、話を成り立たせてる、えー、要素だと思うんだけど、だから結局ね、単なる、いわゆるカルチャーギャップものになっちゃってるわけです。昔に行きましたと。でもそこで、あんまり面白さが生じてるかっていうと、実はそこはあんまり描かれない。えっ、ー、と、その中尾さんね、中尾明義さんは、 だって、いつ、あかりちゃんを、本当の未来人として受け入れたのねそんなきっかけがさ、単に、何、SF オタクだから受け入れやすかったっていう、なんかぼんやりした、あれだったよね。どっかではさ、え本当ってなんないとさ、それないわけですよ。うん、あかりちゃんあかりちゃんで、七十何年行って、身寄りもなく来てんのに、全然不便感ゼロね。うん、うん。だから、なんかあんまりカルチャーキャップコロナとして面白くはなっていない。で、あとはその物語上の、タイムリープが物語上のキーになっていないため、 そこに語る質がない。さっき言ったエクスタシーがないわけですよ。あのね、それ別に性的じゃなくていいわけ。細田版のね、アニメ版の時をかける少女、どうですか彼女が意思的にやるタイムリープの瞬間のエクスタシー。最高でしょうそこが重要なんですよ。あとね、クライマックスで用意されている、あれ。あの、ま、あその、切迫した事態。ね切迫した事態が判明すると。これは大変だっていうのが判明する。これは確かに、アニメ版の時かけ敵でありね。 えー、あるいはね、まあ、これ、解きかけじゃないけど、あの、例えば、未来の思い出っていうね、映画がありました、タイムスリップもの。あれも、あ、そういえば、この日こういうことがあるって私は知っているっていう、ありますけど、それらに比べて、前振りがわざとらしすぎる。<laughs> うん。し、しね、ここが問題。クライマックスの切迫した事態が浮き上がりました。そこからタイムリープして何かをしてくださいよ、話上。うん、ただ悲しがらせるための、だけの設定、うん、として出した。 って,ことっていうねはあっていうだからお前それさ叩きつけんじゃなくてそれ飲んでどっかに行くとかしてって、うん、かっていうのが時けじゃねえのかよ <laughs> みたいなっていうねのもありますよあとはそうですねあの結局お母さんサイドの話お母さんとケンソゴルの話あんまり。 関係なくねとかねこっちの娘の方の話とさ、それが結局勇気的に絡んでこないとか、あとはなんだろうな、細かいとこだけど、新聞社でさ、なんか広告出すのに、本当は5万円なんですけど、いや、4万いくらしかなくて、うーん、こうった5万円なんだけど、4万しかなくて、じゃあ負けましょう。このくだりいるか <laughs> <laughs> この1分返してくれ、これね。うん、あとそのさ、なんか8ミリ少年っていうね。ちょっとこれ大林館っていうことなの ちょっと危ういですよね。あのね、僕ね、懐かしいフィルムを見て、涙を流す人の顔を見,見させて、映して泣かせようとする映画っていうのは、それだけで警戒しちゃうっていうか、嫌だなって思っちゃうんだけど、ただ今回に限っては、ギリありな気もする。っていうのは、あの、わけのわからない映画を見て泣いちゃうっていうのは、ある種、大林版ときっかけを見て我々がする体験そのものだから、ここはオマージュとも言えるかなぐらいの。正直ね、僕ね、あの、涙一筋 <laughs>。来てしまったりもしたんですが。あと、まあみんな言うところ、主題歌 せっかくカバーしたんだったら最後に流せよね頭の方で BGM で流すなんて論外ですよ。だから、解きかけでさえなければ、なんかもうちょっとただの淡いね、タイムスリップタイム、カルチャーギャップものとしてよかったのかもしれないんだけど、ただこれは多分、中さんで解きかけっていうことありきの企画だろうから、まあどうしようもないんだろうけどね。はい。というあたりで、俺がこのリメイク版よりも分かっているところの証明として、えー、最後に時をかける少女、これを聞きいただきたいと思います。<noise> <laughs> 泣きながら拍手っていうところですよね。はい、えー、ということでね、まあ、最後にねあのー 中、リーサさんがな桜のところこう来て、うん、で、あの、笑顔でストップモーションで、ターンってこれ来たら俺泣いてますよ。<ー>うん、そういうもんだから、うん、この、生理で泣かされちゃうってとこあるからさ、うん、リズムとか。うん、はい。えー、ということなんですが、まあ、いろいろこう、多分、ありき、来た企画だったと思うんです。要するにあ、中さんありき、中さんでときかけありき、生き物係ありきとか、いろいろあったと思うんですわ、えー。で、その中では、ま、いろいろ検討してる部分もあるとは思いました。 ででなので見る価値がないとは言いませんあの今、この瞬間の中さんをやっぱりパッケージングしたという時点でアイドル映画としての,イイあのラインはクリアしてますし、あのー、いいところもあるとは思いますよ。はい、えー、ということですでねあのー、やっぱりね大事なのはですねなんで「こう時をかける少女」っていうのがアイドル映画のその登竜門的なものになっていったかっていうとですねつまりそのタイムスリップものっていうのとアイドル映画っていうのの相性の良さ。 いうことととといううこもちょっと関係してるかなと思うんですねあの僕の彼女はサイボーグっていうね綾瀬はるかさんの映画あれまあ映画としてはむちゃくちゃですよあれだってむちゃくちゃですけどまあ綾瀬はるかさんは可愛かったのとやっぱりねねそのねアイドルというのはねまとりあえず今この瞬間の存在今この瞬間を捉えてくれっていう存在なわけですよねだからそのそれをパッケージングするというアイドル映画においてその今この瞬間というの,のかけがえなさを意識させるそのタイムスリップ映画 そしてその、まあ、典型としての時をかける症状というのは非常に、あのー、やっぱ合ってる器だという、えー、ことなんだと思います。えー、という意味でこれからもですね、いろんな時をかける少女を見てみたいなと思わせるに至る、えー、実写版時をかける少女でした。おすすめですはい、えー、といったあたりで TBS ラジオイークのシャッフルこの後12時から、島尾麻さんとミューズのぼんやり情報部です